エチャゲは、フィリピンイサベラ州南部に位置する一級町。2015年の国勢調査によると、人口は79,094人。この町は、絶滅寸前の先住民族のヨガどもで知られており、地元の人々によって保護されている。太平洋戦争中の日本の資料では、エチャゲと表記されていた。1856年以前には、カガヤンバレー地域には、 カガヤンとヌエバビスカヤの二つの州しかなかった。当時のカガヤン州は、トゥマウイニの北部からアパリまでのすべての町で構成され、イラガンから南向きにアリオまでのすべての町がヌエバビスカヤを構成していた。カガヤンバレーにおける、宣教師の働きを促進するために、新しい州を作る、王室布告が1856年5月1日に発行された。ガム、アンガダナン。 ビンダント・カマラグ、カリグ、パラナンを含む新しい州は、スペインの女王イサベル2世にちなみ、イソベラ州と名付けられた。ドミニカの神父、作家であるペドロ・サルガドは、カガヤン・バレーと東コルディレラの第一巻で、イサベラのエチャゲの街は、かつてその場所でよく使われる、大きな木の名前であるカマラグと呼ばれていたと書いている。この街は1752年に設立され、 1753年5月12日に、聖ヨセフの講演の下で教会が置かれた。歴史によれば、宣教師たちは町をカガヤン川の岸から10キロ離れたガナの川に移したかったが、カガヤン川沿いの土壌は肥沃だったため、人々は反抗した。しかし、1776年に、彼らは強制的に移送された。約72年後、人々は、 カマラグに戻り、当時スペインの総督だった、ラファエルデ・エチャグエワイ・ベルミングハムにちなんでエチャゲと名付けられた。エチャゲは64のバラン街で構成されている。イザベラ州立大学周辺大学。ありがとうございます。